はい、皆さんこんにちは。元ブログチャンネルのタカです。今からですね、私のスマホに入ってる、音楽をですね、この、Bluetooth インカムの、スピーカーから、出力し、でその出力した、音声をですね、ソニーの ECM719 という、ステレオ型ピンマイクで、収音した結果、どのような、音がですね、拾えるのかっていうところをですね、ちょっとテストする動画にしていきたいなと思います。でヘルメットのマイク、ヘルメットの中ですね、フェイスマスクをしてですね、風切り音対策なんかは一応してるつもりです。ネックウォーマーとかね、もう爪爪っていう形にはしてないんですけどね、フェイスマスクをして多少そのままよりはいいのかなっていう形にしてます。で今エンジン切ってます。で、止まってる状態ですので、まずですね、インカムの電源を入れたいと思います。後ろのですねこの保温ボタンとこの真ん中のジョグダイヤルを、左手でですね、1秒間押します。 Hello. でそうするとね Hello ってこう電が入ってきます。で今ね、スマホと、Bluetooth がね接続しました。でね、もうこのつながった状態でちょっと音楽をね、流していきたいと思います。うさぎどそんなところにいたら危ないよ。やれやれ、もう一息じゃな。で今ね、バイクのね、エンジン切ってますので、これでエンジンね、入れていきたいと思います。で今止まってる状態で音楽しっかり聞こえるんですが、動いてどのぐらいで聞こえるのか、それで、この久能海岸、一応海岸通りですね、横風、向かい風、追い風、非常にね、風が強いところなので、こちらをですね、走りながらテストしていきたいと思います。テスト環境としては一番過酷なテストかなと思います。それでですね、車の流れが、切れたところで、スタートしていきたいと思います。はい、ではスタートします。でま、音楽もですね、音楽のそのジャンルによってですね、聞きやすい音楽もあれば聞きづらい音楽もあるし、ま、音質も様々だと思いますので、その聞くその音楽の、ジャンルとかですねによって、どう変わってくるのかなっていうのも、やってみたいと思います。こちらですね、今法定速度50キロの道路を、50キロで今走ってる状態になります。なかなかね、法定速度で走ってる車少ないんですよね、ここ。はい。で、今私はですね、まず法定速度、で走ってる状態になります。もう早速ですね、風切り音がちょっと、さっきはですね、静岡から、清水の方にね、向かっているときは、まあ、横風もあるんですけど、どちらかというと、追い風だったんですかね。はい、なのでそんなにマイクに対して厳しい状況ではなかったんですが、まあ、FM のテストしてるときはですね、今度逆方向で完全な向かい風、そうですね、ちょうど海の方から斜め前方から来るようなので、ちょうど顎のところから風が入ってきやすいような状況になりますね。はい、じゃあですね、いろいろちょっと音楽を変えながらね、ちょっと行きたいと思います。
方な向かい風が吹いてますね。で、まあ、マイクを、まあ、完全に埋設しているとはいえ、ちょっと正直大丈夫なのかなっていうぐらい、ちょっと風が結構強いですね。はい、まあ、一応ね、フェイスマスクはしてるんですけれども、ちょっと心配なぐらいのあれですね。はい、どんどんね、ちょっと音楽のね、ジャンルはいろいろ変えていきたいと思います。なんかね、今ちょっと電話鳴ってきたんですけど、ちょっと中断しました。電話をね切って、音楽に戻してますね。風が強いのが影響してか、さっきの FM を聞いてる時よりも私の耳に入ってきてるその音は、だいぶ小さい感じですかね。またね、ちょっと電話かかってきちゃったんで、ちょっと電話出れないんで、今出れるんですけどね、ちょっとテスト中なのでちょっと、保留します。今ね、カメラもね、まあ、ショルダーマウントで、で前に、アームを伸ばしてる感じなんですね。で、まあ、今使ってるその、まあ、ショルダーマウント自体は市販品なんですが、まあ、それだとね、私のそのフルフェイス全貌が見れないっていうか撮れないので、取れないので、ちょっとね、自作で、ちょっとね、ステイを加工を延長したりだとか、そういったものを使ってるんですけれども、でも風がね、すごい強いくて、ちょっと肩にね、こう力入れないと、なんかもう左右とかにすごい触れちゃって、カメラ自体もね、ちょっと大きいのでね、家庭用のハンディカム。ハンディカムはソニーの銘柄だと思うんですがね、キヤノンの、そういうハンディカムっていうか家庭用ホームビデオみたいなので、ちょっとね、重さもあるのでね、ちょっとフラフラしちゃいますけどね。ちょっとね、音楽変えてみますね、また。今ね、法定速度50キロの道路を、50キロで走ってる感じですね。まあみんなね、その法定速度でね、走ってないですよね。はい。一応ね、いつものこのショルダーマウントで前取る分には、まあいいんですけどね、ちょっとまあとりあえず、ささっと作った、試作の、自撮りマウントなので、
もうちょっと改良の余地があって、あんまりね出すとね、その安全上は問題ないんですけど、風に煽られてすごいフラフラすると思うので、一応あの50キロで、まあ厳密にはねもうちょい出てるんですけど、おまわりさんに捕まらない速度ですね、50キロのところ。いや、横風がすごい強いですね。ちょっと音楽ね変えてみますね。ちょっともう手でちょっとね押さえてあげないと厳しい感じですね。めちゃくちゃ風強いですね。このね自撮りのアングルなんですけれども、もうちょっとですね風とかに振られない、今ねショルダーマウントしても片方の左側の肩で背負ってる感じなんですけど、まあ、両肩もしくは何だろう、もうちょっとね補強して体で支えられるような状態になれば、もうちょっとね車についていけるような流れでもいいんですけどね。今ねちょっと映像がかなり乱れそうな感じなので、でね今ねちょっと道良くなってきたので、ちょっとねもうちょっとね出してみます。はい、ちょっと何キロかはねちょっと言えないですけど、もうちょっと今出てる感じですね。はい、まあ、さっきよりはねちょっと、流してる感じですね。ちょっと音楽もね変えてみます。先ほどに増してまだ風が強くなってきましたね。雨が降るからなんかちょっと天気も荒れてきそうなのかな。向かい風が結構強いですね。自分の声もなんかこうあんま聞き取りづらい感じですね。もう本当に風が強い、ミラーも多少ちょっとプルプルって揺れてるような感じですね。まあ、速度もねさっきよりも出てるんですけどね、ちょっとこれはちょっとしっかりもう取れてるかどうか非常に心配なレベルになってきましたね。あ、ちょうど信号で止まったので、はい、やっと信号で止まりました。やっぱね止まると結構クリアな音が聞こえますね。で、動いた時にどうなのかっていう、まあ本当にモトブログ始めて初期の頃もそうだったんですが、止まってる時のね音はしっかり拾うんですけど、こう動いた途端にもうノイズが入って使い物にならないっていうかね、そういうのがもう多々あって、で、まあ、改良を重ねて今に至ってるんですが、またね、新たなアイテムを、まあ、Bluetooth インカムをね、入れて、で、そのスピーカーを設置したんですけれどもね、もう本当に耳の、その、真横っていうんじゃなくて、ちょっとね、マイクの近くにね、ちょっと寄せてますので、そこら辺がね、どう悪影響するかっていうところですかね。はい、今ねちょっと先頭走ってるんでね、ちょっと心配なので、
ちょっと車行ってもらって車の流れに乗りたいと思います。もうここね、ちょっと何キロか言えないんですけど、車の流れに乗るとですね、ちょっと結構びっくりするぐらいスピードが出るんですよね。ここみんな結構飛ばすんで、今車の流れに乗ってます。で、もうね、ショルダーマウントだけだとちょっと横風で支えきれませんので、確実に。なので、私が左手でですね、片手運転で左手で、このショルダーマウントの、自撮り棒のアームをね、支えながら運転してるような感じですね。はい、もう結構な速度出てますね。今赤になったので、またね、音楽を、ね、変えたいと思います。で、まあ、ざっとですね、信号を止まったタイミングでの音声で、動いてる時の音声で、法定速度で走ってる時の、音声ですね。それから、まあ、もうちょっと出しての音声ですね。で、最後はその車の流れに乗ってっていうことで、まあ、いろんなね、速度域での、ちょっとね、テストができたと思います。で、その結果がですね、もう本当に、ちょっと使い物にならない可能性もあるんですけど、まずはね、ちょっと、まあ、初めてっていうことなので、ちょっとね、これを、ちょっとまず、動画を、ちょっと私自身もね、見返して、改善すべきところは、改善して、ちょっと動画のクオリティをね、上げていきたいと思いますので、では、今回は、私のスマホに入っているその音楽をですね、セナさんの 10S という Bluetooth インカム、インターコムから出して、で、ソニーの ECM719 のマイクで拾って、どういう、音になるのかっていうところ、まあ、そこら辺のね、テストになります。それではね、これで、動画の配信を終わりたいと思います。それでは、ありがとうございました。モトブログチャンネルのタカでした。